素晴らしい映画をありがとうございました。同じ女性として、あんなにすごい人がいらっしゃったということを初めて知って、非常に感銘を受けました。それ質問なんですけれども、あまり日本でも韓国でも全然存在が知られていない女性だったということですけれども、熱海にはその遭難の日があるということで、あの日を作った方は、どういう方というか、その、ある程度知られていたのでしょうかということをお聞きしたいです。